畜生、ようやくフォルランプをスターできてからインフットボール時代超えてくるかと思ったのに、今回もなんか大したことねえじゃねえかよ。どうやったらよ、両足でミドルシュートガンガン蹴ってから全弾ぶち込んでいたウィニングイレブン時代のマンチェスターユナイテッドアイコニックモーメントフォルランと出会えるんだよ。バケロ、出会うんじゃなくて作るんだよ。というわけでこちらに決定力キック力100フォルラン作りました。まあそれ以外のね、パスとかドリブルとかそういうところに関しては完全にウィニングイレブンの介護官になっちゃってるんですけれども、ことシュートに関してはウィニングイレブン時代を超えましたから、これでねボール受け取り次第ガンガンミドルシュート打ってから、うわフォルラン使ってるやつ全員喫緒みたいな、あの時代をもう一度蘇らせていこうと思います。それにしてもお前今日も声量ちっちゃいなと思った、まあ実家なんで、はい、いきます、させてください。正直ね、普通に育成した時もうがっかりしましたよ。だったらもう尖らせるしかないよと。今ねタレントデザインがなんと無料だからね、こういう魔改造どんどんやっちゃうぞ。ザカリア、サカリ、あー中向いてからシュートとかやめてほしい。助かるっすね。ディヨングサイド、こっからどうなんだ。フォルランは飛び出してんのか。飛び出してるじゃねえか。見事なラインブレイク、ちょっと斜めになることによってオフサイド返しミドルシュート、うおーいいじゃねえかフォルラン。クイックレス一切振ってねえから、こういう飛び出しできねえかと思ったらちゃんと飛び出しとれんけ。お前しかもなんかボール持ってからもスムーズやったぞ。これただのアイコニックモメントマンチェスターユナイテッドフォルラン帰ってきとっちゃうか。今のところできなそうなことが全部できてますよ。コーナーキックもしっかり狙えるんじゃないの、リオネルメッチだ。いける、サカリア、いける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 、もう一回蹴る、もう何回でも蹴れよ、何度でも何度でも立ち上がり蹴れよ。スタミナ面に関しては若干懸念されてるんで、早めに前半のうちからやっちゃいたいと思うんですけど、危ないとてつもなく危ないあいつは危険だ。デヨングだってます。お前のそのシュートよりももっとやべえの見せつけてんよ、あのフォルランがな。いやいやいや、スルバ邪魔されてますね。これ斜めですね、斜め渡しといて、リベリからサイドでメッシ、足元フルランで、足元フルランからもう打っちゃう。いやいいぞ、もうそういう感じでどんどんねフォルランにシュートを打たせる、それ大事ですよ。いついかなる状況からでもシュートをぶち込める、それがフォルランの強みやからなお前喋りながらしっかりインフットボールする、難しすぎだろ。あーダメだ、これもう終わっちゃうやつだ。終わらない、まあ、正直ハイボールを渡すのはここかもしれませんが、事故るのが怖いので渡していきましょう。頑張れフォルラン、何でもできて初めてアイコリック、もうなあもうなお、さかりや勝て、分かってくれたらもう最高だった、最高よし。でリベリがナイス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 、うわーここスルーパス通らんか。一発でフォルランとかちょっと難しいんだ。ベンツで来てくすくー取れました、いける、間違いない。足の伸び具合サイド私としてメッシが、いやこれはさすがにいける、ダロトールランスピード見せつける、ミドルシュート、ちょー惜しいぜー。お前絶対このくらいだったら射程圏内だろ、マジ射程圏内、マジでおしっこしたい、それにしてもマジでおしっこしたい、マジでおしっこしたいけど、今一回行ったらなんか犬に吠えられそうで怖い。ちょっと弾いて弾いて弾いてよ、ファイボールやろ、何をバカがこいつら、マジで全員ぶっ飛びてアホ。ザカリアナイス、まあネイマール取りに帰ってきてほしいけど、なんか位置高い、モドリッチ危ない、ミドルシュート止めて、危ない、ナイス。ミドルシュートはお前の1000倍特許じゃねえんだぜとフォルランさんが言っています。これはチャンス来たか、素晴らしい。ここまずペドリスルパスやっといて、フォルランスルパスやっといて、でここでもう容赦なくぐるぐる回ってちょっと運んでいって、もうシュート狙いますよ、このミドルシュートインパクトでもなかったのにここまで飛んできますからね。てかなんか普通にボール持ってからドリブルやっちゃったんですけど、全然ドリブルできてますよ。フォルランさん、これは運んでいって、いや悪くない、下がりは取れない、あでもそれだったらいいや、え頼むよ頼むよ頼むよ、危ない、アラオアラオ何やってんの、うおさら坊主似合うよ。じゃあフォルランのなんかミドルシュートの期待値とそれ以外の動きが良すぎて、これ頑張りたい、いやちょ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 何しとんねんお前。流せ下がりや、流せ、そうだ、で足元に渡した、何スルーパスだけじゃねえ、ミドルシュート打つ手段はな、いやここで前に行きたいミドルシュート以外の全てを投げ打っているから、こういうとこでボールが、ナイス、そうその動き出した、ほらもう打てばいい、そうお前には可能、ほら来た、どんどん打てどんどん、あれでゴールポスト当たってからバンバンバン、やばい、まあ、ニアサイドのなフォワードにボール渡したらどうなるか分かるか、ゴールだよゴールゴール、フォルラン、えコスタこれだもん、あ待って待って、あー、モドリッチ何やった、モドリッチ戻れ、モドリッチ乗るな、取れるか、あるね、コスタクルタサイド渡して、メッシー、フォルランミドルシュート、いやミドルシュートだろ、なんでやったこいつ、待って、お小田さんかよ、小田さん、小田さんって分かるから、みんなあのビーブルスなんですけど、サイドに渡す、プジョルが邪魔してくる、で相手はよっしゃプジョルで取ったぞ、カウンターや、ここを取ります、ここを取ることによってカウンターのカウンター、つまりカウンターカウンターが始まるんですね。コスタクルタ前前、コスタクルタ前前、コスタクルタ前、ボール持っちゃった、こっち天才だ、しかも出てない、素晴らしい素晴らしい、いやさすがにスルパスケロ、いやフォルラーン、シュートを打つということしかできないから、このフォルランはな、ワンパーで甘かったな、今のは全てブルフ、そしてペドリがスルパで、いやーそれ飛び出してるから、もうペドリがスルパス出るだけでもう入ってるから、もうてマジやめてやめて、ちょっと待って、ジャンプジャンプジャンプ、はいおしっこ行ってこよう。
いやー、ちょっと聞いてくださいよ。まあ、今日年末ということでね、友達とお酒飲んでからね、今撮影に至ってるんですけどね、今さっきおしっこしようと思ったらうんち出ましたわー。パンツにうんちつきましたわー。え、そんなことありますか？うんついとるってことですか？まあ、聞いてますけどね。うんついてるけど、うんついてないけどね。絶対に間違っちゃいけないところ間違えちゃってるけどね。でも、フォルランのシュートに関してはこれガチだわ。さっき結構な本数シュートを打たせてもらいましたけど、いいところ飛んでってたくね？しかも使用感やオーザボールが思った以上に悪くない。ワンチャンイーフットボール最強のラインブレーカーになり得るぜ。元で逆サイド見てナイス。完璧。いただきます。そうで、フォルラン空いてるからワンタッチで向こう側でリオネルメッシー、これワンツーとかでいいんじゃないか。ペドリを使った後にな、ここ通せ。いやー、フォルランうまいこと言ってくれ。うわー、今惜しかった。取れる取れる、フォルラン取れてる。うわー、悔しい。あんなとこでくるくる回りやがってよ。手のひらの上でくるくる回された気分や。あ、それ別にいいんか。ペド、何これ。誰もボールのことしてない。アラフォも気まずそう、取ってんかなみたいな。クリバリー、やってます。ちょっと、思ったところ行かなかったザカリア、取れる。ちょっと、コントロールカーブやめてほしいなって思ってるんですけど、やめてくれて嬉しいですって感じですね。危ないですね、ミドルシュート怖いですね。おい、ちょっとミドルシュート打てんかったら、フォルランのラインブレイク意味ないやん。フォルランじゃなくて、キョブランになっとるやん。なあ、シュート打たせてくれよ。入っても入らんでもええから、取れ高的にシュート打たせてくれ。これだ。いけるぞ、フォルラン。そう、ここでしっかりワンツーやって。なんでやねん、マジでお前このカス。スルーパス入力するなんかボール蹴ったやけど、こいつマジでこのクソ髪の子めしましたよ。おった、蹴った、いいパス渡せた。ネイマール、足元前で触っちゃえ。助かるよ、フォルラン。お前オフサボールいいよ。ダブルタッチザス。フォルランがスルパでうまくボールを拾うことができれば、そのままミドルシュートも叶う。来た、絶対決まるシュート。なんか知らんけど、相手のこの手がうまくついたフォルランのシュート。まあ、あそこでね、フォルランに、ね、シュートね、5000発打たせてください。5000発入ります。それだけの決定力が彼にはある。あそこで5000回打って5000回決める決定力持ってるやつ何人いるかな。言うところにマジでとてつもないがいないと思うよ。縦パス、メッシ、スルパ、フォルラン動き出しめちゃくちゃいいぞ。あとはもう打っちゃいます。いけるか。やマジミスった。ちょっとオフザボールがあまりにも良すぎてから、パスがバンバン通るもんやからテンション上がっちって、お前マジミスった。モドリッチ、ザカリアで縦パスのコース切っといて、でこの状態で追い込むことによって、まあまあまあ、結局ね、そういう形で点を決めても、私みたいな感じで事故って点を決めても同じ1点やっちゅうことですわ。なあ、フォルランさん、もらった。たまりだ。決めた。アホい、ゆえ、お前決定力、キック力、100の人間がここからシュートだ、絶対入れろやん。お前、大谷翔平のストレートみたいなもんなんやぞ、お前は。おつけよ。サイド。ネイマール。ペドリから、ここ。で、モドリッチが、来た。こっち。ものすごくいいファーストラッチだったのに、チックショー。いや、フォルランさん、あそこでシュート決めてくれなかったら、もう企画失敗ですよ。もう最強なんてとてもじゃないけど言えない。あんな決定力80、キック力80とかでも入るのに。何頼むて。頼むってフォルラン。ここから何回かチャンスあると思うけど、そのチャンス全部決めてくれるかな。チンポコー。サイド。スルパで。足元か。うわー、足元にズドンって来てくれた。そのまま。こっち向いてミドル。いけ。いやー、それやってほしいわ。ああいうのとか決定力、キック力あったらさ、決まりそうなもんですけどね。フォルラン来るか。あるぞ、全然。もう一回、もう一回、じゃあザカリアじゃねえだろ。もう決めちゃえばいいや。よっしゃー。どんな形であれ、行っては行ってじゃ、ポッキーかー。気持ちいい。これすべてフォルランが最初のところで敵のなんかディフェンダーぶっ飛ばしましたね。あれキック力100なんですよね。生きてんすよね、やっぱり。ああいうところでね、これキック力ということは敵を傷つけることができます。これもキック力100なんですよね。いい感じでポルポルしてきたんじゃない。これフォルフォルフォル、モドリッチ、これボール拾えるかな。ナイス、最高。マジで敵の思考を読んでいく。思考思考思考。それいやー、おお、美しい。なんだこれ、正門か。なんでだいです。ザカリア、サイド、スナイデルちょっと運んで、フォルランがね、ちょっと変わった動きをしてくれる、してくれない。じゃあ、スナイデルボール出そう。で、ちょっとこっち行って、こっち行って、打っちゃっても、打っちゃっても、これーこれこれこれー。もう確かに事故っちゃったけど、あそこでちょっとでもボール持ったら、そのままシュートどうかって決めるわけや。蹴ってるキック力を100を生かしたいんやったら、まあ、インパクトシュートよりも、ああいう感じで普通のシュートを打った方がいける感じっぽいな。どうやらな、インパクトシュートだったらみんな一緒になっちゃうからな。はい、甘い、残念です。時間だ。すぐ否定するのやめてもらえます。僕一応 YouTube やってるんで、これもらったっしょ。打たない。そうだ、ほら。いやー、ここでなんか敵を抜くのは厳しいか。いや、だが事故らせることは、お前事故らせるのうまくね。シュレーカッス。お前またしてからライジングシュート、ブワーやろ。お前ライジングも取らへんのか、こいつだろ。てか、マジであまりにも相手センターバックと事故りすぎじゃない。もう危険運転と書いてフォルダーでしょ、これ。間違いなくザカリア、メッシ、スルパ、ここなんすよね。飛び出し完璧。うっそー。ザカリア取った。よし、どうする？ワンパ。そう。
撃て。いや、ちょっとお前神の子や、何が神の子や、マジでお前なんて悪魔の子や、生まれてこなきゃよかった。反省の意図を感じる熱いヘディングやったぞ、はじけ。ちょ、だからちょ、カーソルおかしいだろ、メッシに来たから何でもいい。カウンターかまそう、もらった来たぞ、ポルラン事故らせろ、お前の事故ラン、事故ラン来た、ちょっとちょっと頼む、ポルラン行ってる、絶対間違いなく。いや、そこにもポルランがいるって、おらし、戻っち、ザカリー、ただ行き過ぎだが悪くない、メッシ一回三角形作って戻し、これでフォローが出てくる、完璧だ。うわあもうちょっと待ってフォローなんじゃなくてお前ホームランじゃねえかよこれよ、危ない危ないって、やらすなよ、よし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 、そうやそうやそうや、あ、余計なことすな、よっしゃー、おれおれ、ディエゴ、おれ検証結果、もやし以上。